皆さんこんにちは、テストでございます。ワールドスタジアム2ね、今日もやってまいりましょう。で、今日からジャイアンツ戦ですね、阪神巨人の19回戦になります。スタメンは、まあまあ今岡さんが不調か、ごめんなさいね、相変わらず雑音がひどいね、すいませんね。試合開始でございます。ちょっとだけボリューム下げますね。よし、はい、はい、行きましょう。レイボー、さあ、タイガース先発は竹内さん。さあ、西さん詰まりましたね、ショートゴロ。3枠打った、左中間抜けた。さあ、バッターランナーはセカンドも回る、スリーベース。ジャイアンツは先制のチャンス。スイングアウトで、4番松井さん。打ち上げた。さあ、どっちが行く、檜山さんが出てきた、スリーアウト。ジャイアンツランナー三塁まで進めましたけど、チャンス生かせませんでした。初回無得点。新庄さんは、初球を引っ掛けてしまいました、ショートゴロ。2番ショート、今岡。三遊間抜けた、レフト前。3番セカンド、文心君。さあ、文心君打ち上げた、届きました、先制、72号ツーラン。そして4番檜山さん、ちょっと調子悪そう。これは早すぎたねファール、ボテボテではないね、強烈なセカンドゴロそしてハンセンさん、落ちる球、空振り。外の球引っ掛けました、ピッチャーゴロ、スリーアウト。ただし文心くんのツーラン出ました、2点先制のタイガース。ジャストミート、左中間。ツーベース。そして今日好調、広沢さん。これもうまい、新庄さん取れない。ツーベース、ジャイアンツ1点返しました。1、2塁間抜けてきました、セカンドランナー進塁できず、まだノーアウト。オールセーフ、まずいノーアウト満塁。
1-2-3 のダブルプレー。しかしまだピンチは続く。間に合いました、3アウト。なんとか1点でしのぎました。ノーアウト満塁まで持ち込まれました。6番レフトファウル、打ち上げたショートフライ、河合さん取りました。ダイビングキャッチ。8番キャッチャー山、ピッチャーゴロー、スリーアウトチェンジ。タイガース2回の裏は三者凡退。2番ショート沢井、これはショートゴロ、十分間に合いました。3番サード、ダンカン、ダンカンさんはセンターフライ。風は今度は右打者に有利の浜風に変わってきました。3アウト。センター前抜ける。さあ新庄さんも盗塁出ました。スイングアウト。3番セカンド武士君、ひときわ声援が大きくなってる中、2打席連続73号ツーラン。昨日は新庄さんの日、今日は文心君の日になりそうですね。そして檜山さん、檜山さんも一発が欲しい。打ったー、これも伸びる、入りました。2者連続48号ソロ。打ち損なったセカンドゴロ、3アウトチェンジ。あ、間違えた、あ、ね、打ち損じた。さあセンターバック取れない、必死の辺。岡さんランニングキャッチ、ワンアウト。風はホームからセンター、さすがにタッチアップしない。
ツーアウト。8番キャッチャー杉山、ショートゴロ、スリーアウト。清原さんのツーベース生かせません。ジャイアンツこの回も得点。6番レフトサイエル、詰まった当たり、これは広沢さんへのフライ。7番ファーストタイコー、センターへ上がりすぎたか。松井さん振り向いた。8番キャッチャー矢野、皆さん打った、レフトライナー、スリーアウト。この回は淡白な攻撃、4点差のまま回は中盤。5回表代打出さない。ピッチャーゴロ。1番セカンド西、これも詰まりました。ショートゴロ、簡単にツーアウト。竹内さんまだ42球。要所要所を抑える竹内さんですね。タイガースはその竹内さんから、竹内、これはいい当たり、センター前。さあそして新庄さん回ってきました。1番今日はヒット1本、新庄。ショートゴロ併殺だ。ショート今岡、打ち上げましたボール球、ショートフライ、スリーアウト。さあこの回も淡白な攻撃で終わってしまいました。3番サード、いい当たり、左中間ど真ん中、いかん。最近引きが悪い。あ、松井さんいい当たり、センターオーバーになられる。さあノーアウト2、3塁で清原さん打ち上げました。さあセンター出てくる、これはさすがにタッチアップできない。ワンアウト。広沢さん引っ掛けました。内野ゴロでツーアウト。打ち上げましたボール球、ピンチを切り抜けました。ジャイアンツまた得点に結びつきません。さあ今日2本のホームラン、文心君から。これもいい当たりだけど、これはファール。三遊間レフト前ヒット。盗塁成功。落ちる球、空振り三振。打ち上げたセンターへのフライ。パウエルさんいい当たり入りました。7号ツーラン。
これで7対1になりました。さすがにピッチャー交代、まだまだ交代しない。タイフさん打った。さあ風は味方してるけどさすがに伸びない。大きなライトフライでした。さあこの回はパウエルさんにホームラン出ましたね。さあ杉山さんはレフトライナー。パウエルさんナイスキャッチ。ここで代打、今日はスタメンを外れている石井博さん登場。石井さん引っかき詰まりましたね。セカンドゴロ、これで2アウト。そして今日のヒット西さん。西さんスライダーを引っかけました。ショートゴロ、3アウト。ジャイアンツラッキーセブンは無得点。タイガースは矢野さんから。さあ、イリキさんですね、ピッチャーは。これは飛びすぎました、レフトフライ。そして代打、うわあ、坪井さん行こうか、うん、ボテボテのファーストゴロ。今日は1安打、新庄さん。風は逆風、大きく打ち上げて広沢さん取りました。タイガースのラッキーセブンは無得点。7対1のまま回は8回へ。さあ今日は田村さん登場。ボテボテの当たり、最終的には今岡さんへのゴロになりました。シングアウト。松井さん詰まりました。初球でセカンドゴロ。巨人打線元気がありません。タイガースは2番今岡さんから。今日はヒット1本。今岡センター前、詰まっててもヒットになるのが今岡さん。さあそして今日3安打ホームラン2本の文心くん。文心くんは詰まりました。643ダブルプレー。檜山さんはどん詰まり、ライトフライ。8回裏タイガースは無得点。9回、さあ最後の回になるか。田村さん続投。清原さん初球を引っ掛けました。ショートゴロ。6番レフト広沢。スイングアウト。さああと1人。7番スライダーを打ち上げました。センター新庄さん掴みました。ゲームセット、タイガース快勝。試合終了でございます。ご覧のように本日の試合は阪神タイガースの勝利となりました。いや、よう勝てたわ、でもね、うん、はい、ということで、4本のホームラン出ましたね。文心くん72号、73号、檜山さん48号、パウエルさんもレフトギリギリに放り込みました。7号と、9安打7得点ですね。なかなか効率のいいあれでしたね。他球場ドラゴンズ勝ちました、今中さんで、もう一つはミンチさんで広島ですね。
笹岡さんにセーブがついております。3割打者いないんですね。で、こちらは文心くんが、ね、昨日は1安打で打率下げましたけど、今日は4打数3安打ね、今岡さんも、不調ながらも2安打打って打率を上げております。新庄さんちょっと下げちゃったのかな、2割9分目前だったんですけどね。今日の野球くん占いは末吉ということですね。はい、ではご視聴ありがとうございました。次回はジャイアンツ20回戦となります。それではさよなら。